こんにちは。こんにちは。今日も来ます。意識低い系普段着物リハルです。洋服のナルです。はい、今日はねリハルの家にねナルちゃんに来てもらって、うん、2人で久しぶりになんか喋ろうみたいな話で撮り始めてるので、うん、何を喋るかは何も決まってない。そうね、こういう時ちゃんと打ち合わせをしないっていう。そうそうそう。せっかく2人で YouTube のチャンネルをねやってるのに、そうそうそう、打ち合わせしないで、ね、うん、久しぶりに2人で撮るっていうのにね。そう、しかも午前中2時間ぐらい電話してたのに。そうそうそう、打ち合わせしない。2時間。そうそう、2人でねそれぞれ家事しながら電話するっていうのが割とね最近の日課だよね。日課だね。割と毎日電話してる。そうそうそう。旦那より喋ってるかもしれない。あ、そうだよ、本当に私なんかそうだよ。そうだよね。っていう感じで、なんかね、まあ、特にトピックは考えずに撮り始めておるというわけなんですけど、ありのままの姿です。そうそうそう。で、なるちゃんだって着物ですらないからね今日。そうね、もうバリバリ普通の服よ。そう、そういえばさ、うん、あのついたけが気になってるっていう話をなるちゃんがしてたじゃない。そうそうそう、ついたけね必要だなっていう感じになってきました、うん、こういう時についたけというか、うん、簡単に着れるやつ、うんうん、そうね、じゃないでもないと着物着てらんないよねみたいな話をそう前してたんだよね。そうそうそう、ずっと朝がね早くなったんですよ、うん、2時間ほど早くなったので。ああそうなんだ、うん、2時間以上かな早くなったから小学校出さなきゃいけないっていうね。そうそうそう、だから朝から着物を着るって考えたらついたけが絶対的に必要だなと思って。おはしょりなんかやってらんないっていう、ね、やってられないね。あと環境変わったから子供たちがどうしてもね朝ぐずるから、自分の着替えの時間を5分でも10分でも短縮したい。そうだよね、うん、そう、普通に着物を着てて多分本当に喋らずにさっと集中して着れば、普通の着物だったら、うんうん、どうだろう、まあ、5、6分では切れるとは思うんだけど、うん、帯までするとしても、うん、でもその5分すら惜しいよね。惜しい、1分で切れないと無理。うん、本当になんかジーパン履いて T シャツ着るぐらいの感じで着たい、うん、ねえ、うん、そうなんだよね。そうそうそう、自分のこと二の次三の次になってくるような感じ、朝のシビアな時間帯だと、ね、そうそうそう、よくないんだけどね本当はね、それやってると、うん、あまりねお母さんのこうメンタル的にはよくないんだけど、まあ、でも朝はしょうがないとして、うん、で昼にもう一回余裕があればね着直してゆっくり時間かけてっていうのでもいいじゃん、うん、やるかな私。とりあえずこの朝のタイトな、めちゃめちゃタイトな朝をどう乗り切るか、しかも着物を着たいという希望を叶えてっていうことを、うん、そう考えると、やっぱりついたけぐらいの、うん、それあの旅館の、ね、浴衣並みの着付けで行けるものじゃないと厳しいんじゃないかなっていう結論に、うん、そう以前ねまたずっと電話で喋ってて達してたんだよね、私たちは、ね、平日はもうついたけぐらいの感じじゃないと、うん、ちょっともうちょっと手が離れるまでは厳しいかなっていう。あ、そうだよ、うん、特にちっちゃいとね、うん、そう、幼稚園より最近の小学生はね手がかかるから。あそっかそっか。ね、特にね学校これから始まるってなったらね、うん、春休み終わってってなるとね行きたくないって。そう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 、かなり幼稚園とね小学校環境が今変わるから、そこに関してはしょうがないかな。私もいつも行きたくなくなってたもん。私も行きたくなかった。でも、ね、学校行きたい人なんていんのぐらいで喋ってたよね。分かんない、給食をすごく楽しみに来てる男の子とかいたからさ、でも私そうは思えなかったから、行きたくないっていう気持ち分かるんだけど、親になるとえ行ってって思う。なんでここでぐずるのもうってなるんだけど、そうだよね、まあうん、学校に行くってことは必要なことだからね。そうなんですね。なんかよっぽどなんか体に不調が出るとかではない限り、うん、そうそうそう、多少の行きたくなさは乗り越えてでも行った方が多分いいよね、うん、多少のことならね、うん、まあ、なんかね特別な問題があるとかじゃなければね、うん、そしてね着物でついたけにしたい理由はもう一個あって、うんうん、朝そのバタバタしてる時間帯に洋服を選ぶと、外出た時めっちゃ寒かったり暑かったりするの。あ本当にそれが困ってて、うん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 、なんか家の中窓閉め切って夜は寝てるから朝起きて、うん、今日はあったかいんだと思って T シャツ着て外出たら、うわめっちゃ寒いとか、ある、そういうことある。なんかそんないちいち外の気温なんかさ、うん、特に朝の忙しい時確認しないじゃん。そう、確かめないから。そう、家の中の環境で着るものを選んで外出ると大失敗みたいなね、うん、そう、それが結構多くて、うんうんうん、もう3月末ぐらいから多いのかな結構。あ、そうだよね。そう、この間それこそリハルちゃん着た日も洋服で着てたじゃない、うんうんうん、T シャツで着てめっちゃ寒かったから、
寒、うん、そうだね。なるちゃん T シャツみたいな感じ。そうそうそう。寒くないのかなって思ってたよ。すごい寒かったよ。ね、うん、そういうのがあるので、やっぱり袖ついてる方がね。あ、確かにね、うん、まあ、暑い分にはしょうがないけど、そう、寒い分は我慢できるから、ね、まだ4月5月はねいけるから、うん、寒い分にはもう最悪風邪ひくのだけは回避したいみたいなね、うん、そうなんです。確かにね、ついたけをね、ちょっと丈の短い着物をついたけできるか、うんうんうん、ちょっと裾を自分で上げようかなと思ってて、おはしょり用の分をもう塗っちゃうみたいなのもあったけど、そういう方法はどうなんだろう ね。あ、そこまでなんかね考えて待ち針を打ったりしたくない。縫いたくない縫いたくない。なるほどね、うん、そうなんです、うん、裾ならね、なんかもう裾上げテープでできるからね、うん、言ってしまえば。そう、なんかおはしょりの分を上げて縫うのと、裾上げだったらあのズボンとかスカートの裾をね、うん、私小さいからやっぱり上げることはあったから、慣れてる。そう、そっちの方がね、なんかまだできる、簡単な気がするの。うん、そう、着物の裾だけ本当に折ってあげたいのであれば、うん、あの100均とか手芸屋でね、裾上げテープ買ってきて、うん、あの折ってアイロンかけて、うん、その上げたところとの境目を裾上げテープで貼っちゃえば、うん、全然上がるっていうことは私やったことがあるから、うん、そうなんだよね、実証済みなんだよね。あとほら、私ブーツで履くことが多いから、うん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 、裾がねやっぱりどうしてもこう縫いと切れるのがすごく多いのよ。あ、そうだから、それをどうせ直すついでに上げてしまおうっていうのもあったりして、うんうん、とりあえずこのおはしょり上げる作業のいらない竹の着物っていうのでを挑戦してみたいっていうのがね、最近の私たちの動向。そうそうそう、うん、そう、そしたら、ね、なるちゃんの動向だね。着替え動画が多分3分とかになるよね。そうだね、こんにちは、終わりみたいな、今日も来ますって言いながら、今日も来ました、そう、意識低い系普段着物って言いながらもやったら、なるですって言って終わっちゃうよね。そうそうそう、なるです、またね。そうね、それがちょっとね、動画としては面白くなくなってしまうのはあるね。他に何喋る、何喋ろうかね。ちなみについたけ着物はまあそのあれみたいに、浴衣、うん、旅館で浴衣方式でパッと着れるようになったとして、うん、帯どうするっていう。ああ、そうね、帯はなんかもうちょうど心が隠れる紐をするじゃない、うん、どうしてもそこが隠れる位置に結べば、まあ、カルタはそんなに時間がかかるものじゃないから、うんうん、私もそれこそもう上っ張り着ちゃえばよくないっていう、うん、そうね、本当それが一番いいと思う、うん、特にこの時期だったらそれこそ1枚羽織るぐらいが、うん、特に朝って冷えてるからちょうどよかったりするんだよね、うんうん、そうね、上っ張りがあると便利だよね。その方式、うん、その方式でなんか試してみたいよね、うん、私は逆に朝そんなに急いで着替えなきゃいけないっていうことがないから、うん、そうだって旦那送り出すだけだからさ、うん、別にパジャマでいいんだよね、自分は朝の用意してあげて、うん、送り出してそれだけで済むからいいんだけど、うん、そう、なりちゃん送り迎えがあるからどうしても外に出るっていうのが、そう、出なきゃいけないからね、必要なんだよね、うん、だから私も朝着替えチャレンジして、うん、散歩でもしようかな。送り出すついでにちょっとそこら辺ぐるっと一周回れるぐらいの ね。でもなかなかその時間があったら洗濯物干しちゃおうとか思わない？まず洗濯機かけてないから、その時間。だって私うちはいつも7時半ぐらいに起き上がって、うん、で8時前ぐらいに、うん、まあ、送り出すっていう、うん、なんかギリギリまで寝てるっていう、そういうタイプの家だから。なるほどね。そうそう、でもそうだよね、大人だけだと、ね、大人だけだとそうなるんだよね、うん、子供がいるとやっぱり朝ごはんしっかり食べさせるとかね、うん、菓子パン。でも菓子パンでもちゃんと出して食べさせるとかあるじゃん。うちそんなのないから途中コンビニで買いますみたいなさ。そういうレベルだから、出して食べてもらってる間に私が朝がすごく弱いから、うんうんうん、洗濯機にこう洗濯物畳んで入れるので目覚まして、戻ってきてお湯沸いてるからコーヒー入れて無理やりもう、うん、なんかカフェインパワーでガンっていう。そうね、うん、そういうのやってみようかな。それこそ私最近、うん、あの下の襦袢として半襦袢の上にキャミワンピ着てるっていうのを提唱してるじゃんか。もうあの格好でよくない？あ、そう、あれでうわ、それこそ香りでここだけ見えるように隠したら、うんうんうん、まあ、下スカート上なんか着物っぽい羽織も着てるね、うん、みたいな感じにはなる。そう、あれだったら朝だったら私ちょっと大きめのパーカー着てるから上に、うん、あ、それでも全然それで隠して、まあ、朝送ってくのは送ってって、うん、で家事済んだら
着るっていうことができるかな。そう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 、落ち着いてゆっくり着物も着れるし、うん、かといって朝のとりあえずそこだけしのげばいいっていう部分は、うんうん、とりあえずの格好でしのげるじゃん。そうね、っていうのはある。特になるちゃん半襦袢派じゃない、うん、元から。そうね、だから余計に楽ちん、ね、楽な気はする、うん、そう楽なんだよね。あ、ただあと パーカーじゃないわ、ワンピースが長いと、うん、なんて言うんだろう、風呂掃除する時とかはちょっと裾濡れる気はするけど、まあお風呂掃除はね夕方だから、うん、全然全然、まあ、あのまくり上げて、うん、腰紐で結んじゃえば、うん、そんなもんではある、ね、私は着物で下やる時とかは割とそうやって、うん、まあ、外には出れないし人には見せられない姿だけど、うん、そんな感じでやってたりするな。そうだよね。そう、なんかねちょっとねもう少し簡単に着れて、うんうんうん、パッと出れる形にはしないといけないなと思って。そうなんだよね、うん、こういうもんだっていう、なんていうの、固定概念、固定観念、うん、をポイッと捨てなきゃいけない時期だなと思って。そうだね、うん、私も正直なんていうの、長襦袢を着て、うん、着物を上に着て、うん、その腰紐と伊達締めだけで着るみたいな、うんうんうん、なんていうの、オーソドックスというか原点のスタイルみたいなのにやっぱ憧れがあったんだよね、うん、後輪ベルトとか金具とかなんかなんとかベルトみたいなのとかさ、正直あんまり使いたくなかった人なんですよ、もともとは、うん、憧れとしてはできるだけね、なんか元からある方法道具でやりたいっていうのがあったんだけど、うん、まあ無理いや無理ってことはないよ、今までそうしてきてたんだけど、うん、ただ日常的に着るってなるとね。そうね、私とか結構動くし、そうなんだよ、なるちゃんは姿勢が悪いから、そう、子供がいて動かなきゃいけないっていうのと、うん、私たちも主婦だから、うん、ね、まあね、仕事を外に出て働くじゃなくてもやっぱ家の中で立ったり座ったりこう這いつくばったりってね、うんうんうん、あるわけなので。そう、あと身長の問題もあってね、こう、うん、手を上げる下げるとか、ね、ここを動かさないなんてことはまず無理、ね、うん、なのでここもこう上げる作業っていうのが大丈夫かな、脇汗そこ心配してよ、一応ねありのまますぎるからありのまますぎる、うん、そう、そういうのはあるから、うん、そうだよね、ちょっとねこう、うん、洗濯物干すってなるともう確定でこれはいるから、うん、そう、そうなるとやっぱ長襦袢だと上下つながってるともうそれでどんどんやっぱりどんだけ綺麗にシワなく着付けてても、うん、まあ無理だよね。そうね、やっぱり体の使い方っていうのがまだ来て2年ちょっとぐらいだから、うん、やっぱりちょっと、ね、慣れてないっていうのも、うん、そうあるし、やっぱ10年とかね5年着てる方には勝てない、うん、かなわないよねやっぱり、うん、でまあいかにねちゃんと着れたって言ってもそういうのはあるし、うん、直しながら着る前提ではもちろんあるんだけど、うん、それにしたってね、うん、毎回そんなね直してらんないっていうのもあるんですよね。そう、私もだんだんやっぱり着方が変わってきて、うん、後輪ベルト使うようになったりとか、伊達締め使わなくなってきたりとか、ちょっとずつ今変化してるところだから、そう、この際だからもう少し試行錯誤してもいいのかなっていう感じは、ね、そうだよね、なんか令和的な着物の着方みたいなあってもいい気はするんだよね、うん、身長とか体型によってね、うんうん、一概にこうこれがいいですとは言えないけど、そうそうそう、ここなんかちょっとつかないんだよなとか、うんうんうん、ここ直す機会減らしたいなと思ったら、自分でなんかあれこれこねくり回してみるのもいいかもしれない。そうそうそう、ね、だって私たちに関してはやっぱりいくらね着物生活やってますとは言っても、うん、どう考えても、うん、洋服でね生活してきた時間の方がやっぱまだまだ長いんですよ、うんうんうん、どうしても。そうね、だからやっぱり洋服としての動き方とかが身に染みついてる状態で動いてるし、うん、そもそもの住環境、社会の環境自体も、うん、なんていうの、洋服で動く前提でやっぱできてるわけじゃない。そうね、ドアの取っ手がこうね、ドアが出てたりとか、そうそう、昔と違くてこう丸いのじゃないからこうカツンってなったり、バーンってね、あーって、そうそうそう、あーってね、なるよね。そうそうそう、で台所もやたらね、まあ高くて作業はしやすいんだけど、ベジョーンみたいなね、そうそうそう、あるあるね、私とリハルちゃんでも使う道具も違ければ着方も違うじゃない、うんうん、そう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 、うん、リハルちゃんは、三河芯をここだけかな、あ、ここだけね、獲物のところだけに縫ってたりする、でここは柔らかい方が私は好きなの、うん、そうそうそう、首に当たって痛いから寝れないし、うん、そうそうそう、 でもここシワになったりダブダブあんまりしないように、うん、あの半襟ちゃんとね厚めのもので、そうね、手ぬぐい塗っちゃえばね全然シワにはならないので、うん、っていう感じ、うん、私はポリの普通のペラペラ の、うんうんうん、あの最初からついてる状態の半襟に
あの買った冷蔵用のそうだね帯板みたいな帯芯帯板みたいな襟芯入れてるよね。いつもそうそうそう、それぞれの着方で、でも私はこれがいいと思ってやってるし、うん、なるちゃんもなるちゃんで、そうこっちの方が扱いやすいっていうのがあったり、そうそう、なんか本当人の感覚ってそれぞれ違うなっていう、そうそうそう、帯の締め具合とかもリハルちゃんは結構ゆったり締めて、そうだ、ね、締める骨盤で止まってる、そうそう、ここで止まってるっていう、下がってこようが知りませんっていう、うん、まあ、そこら辺意識低いんだけど、私とか結構ここでガッツリギュッて締めちゃうから、うん、そう、帯結んでる位置とかもね結構違ったりとか、そうなんだよね、うん、そうそうそう、なんか年齢によって変えるとかっていうのじゃなくて、うん、自分にとって落ち着く位置で、そうそうどうなのかっていう、だからそうそうそう、下手したら私 もし私がこの胸高で締める方が落ち着くっていう人だったら、うん、50になっても60になってもずっとそれやってる可能性があるわけよね、うん、だって胸の位置って変わるじゃん女性は。あ、そうね、うん、まあ、年齢によって変わってくるっていうのはそういうところがあるのはあると思う、うん、だから年齢が上がったから下がったから帯をどうするっていう気持ちは正直ない、うん、そう、体に合わせてここが落ち着くっていう位置が変わってくるんだよね。そうそうそうっていう感じでね、多少来てるし、うん、なるちゃんも来てるし、そう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 、でもついにリハルはね長襦袢をねなんか卒業する気がするのだけど、ほら半襦袢の世界へようこそ。そうそう、そこはね半襦袢スズロベルトは完全になるちゃんから教えてもらった、うん、そうそうそう、なスズロベルト派になりそう。そう、スズロをね、あの別に何か宣伝しろと言われたわけでもなくでもさ、でもさ、私さ、なるちゃんよりよっぽどスズロベルトをいろんな人におすすめしてる気がするいいよこれめっちゃいいよって。そう、本当にね、あの使ってなかった人が使ったら、うん、え何これってなると思う。そうそうそう、本当にね、うん、まあ、うん、値段的には2000円ちょっとかな、2000ぐらいか、うん、楽天でそんぐらいだったんだけど、うん、2000ぐらいするから、うん、まあ買えなくはないけど、うん、ちょっと勇気はいるかもしれないけどくらいの値段ではあるけど、そう、ただ証券の伊達締め1本買うことに比べたらお手軽な値段ではあるなと思って。そう、あ、でも証券の伊達締めも安いのは本当1000円とかで売ってるから、だいたい同じぐらいか、伊達締め1本増やすぐらいの気持ちで買えるから、うん、まあ、夏物とかは別だけどね、うん、でも、もうね、スズロベルトやめられる気がしない私。あ、半襦袢にこれでもうずっとこれだもん。まあ、確かにさっきからちょっと触ってるけど、うん、これ多分ね、スズロベルト止める位置が悪かったんだろう。あ、そう、位置でね、すごい変わる。位置が悪いとどんだけ直しても直らないみたいなとこはあるけど、ただ苦しさが全くないから、うん、最初の一発で止めるのさえ間違えなければ、うん、だって良くない今日の襟、うん、自分で言うけどさ良くないこれ。でもあれに慣れすぎちゃうとさ、伊達締め締めれなくなるのよ。あ、なんかね、後ろでこうなんていうの、あ、でも私着物は伊達締め使ってるから大丈夫、手は大丈夫。あ、じゃあ大丈夫だね。私も伊達締めが結べなくなってとうとう胸紐オンリーになっちゃったから。え、でも着物、着物で、あ、着物胸紐できてるってこと？うん、そう。一緒じゃない胸紐も伊達締めも。分からない。好みの問題だと、好みっていうか。うん、なんか自分の体に合わせて伊達締めくらい幅がないと止まんないっていう人は伊達締めでいいと思うし、うんうん、私もだってスズロベルトで乙女伊達締めするのにはハマってるもん。あー、なるほどねあの平たい胸族なのでね、うん、そう、うん、私はもう伊達締めは使わず後輪ベルトと、うんうんうん、あの胸紐になっちゃいましたね。木綿になったらちょっとどうかわかんないけど、最近木綿の着物全然着てないから。最近何着てるの？紬？あ、出かける時しかほぼ着ないから。そうだね、うん、日常であんまり最近着れてないもんね。から朝忙しいからさ。そう、出かける口実を見つけてはね、ここぞとばかりに着るもの着てますよもうこの前長襦袢デビューしてたもんねそういえば。そうなんです、ね、ワイマルシェの時にね着てたんだよね、うん、そう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 、そうだからね、長襦袢っていうスタイルも、うん、この洋服時代になってきた時に、うん、どうなるんだろうっていうのがあって、そう、せめてその着物はこれで正直いいとは思ってる、うんうんうん、ただな、下の長襦袢に関しては、うん、ちょっとね、あの形で大丈夫な人は大丈夫なんだろうけど、うんうん、より多くの人にね、うん、来てもらうみたいな話になった時に、まあ、ちょっとね、洋服時代に合わせた形にする必要あんのかなっていうような気がするんだよね、うん、例えば今だとどうしても猫背の方とかね、あとは持たれるとかね、そうそうそう、あとはなんか探す時にやっぱ雪が長い方とかね、うん、関係ないじゃない、筒袖の半襦袢とか、そうだよね、そうそうそう、あとは普通に袖があるのでも雪が長い二分式のは結構出てるから、うん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 、そういう極端に雪の長い方とかね、背の高い方とか、うんうんうん、あと椅子に座ってる時間が長い方とかもね、あるかもしれない、そうだよね、仕事柄ね、うんうん、
それこそ最近リモートワークだから着物を着れる、そうそうそう、頑張って着たいみたいな方もいらっしゃるから、うん、そういう方をね、うん、にねぜひね、うん、そう超えるべきハードルを低くしたいなっていうのは正直あるなって、うんうん、そうね、なんか長襦袢は人に見せたいぐらい素敵なものを着るときしか着ないわって。あ、そう、長襦袢のこのこういうところからチラッと見える感じもすごく私は好きだからいいなと思うんだけど、うんうん、あれはやっぱりねおしゃれするときのものなんだなみたいな気持ちになってて、まあそうだね、嘘つき袖をつけててもいいんだけどね、うんうん、ただ私この間めっちゃ見せてたからね、見せたね、じゃーん見てよ見てあれ面白かったな、なるちゃんなんかノリノリじゃんみたいな、うん、見せたかったのもうなんだったら外に来てたいぐらいだった。あ、むしろこれ一枚でみたいな、そうそうそう、怪しい人になると思う。そう、筒袖の後何がいいって、うん、それこそあの着物着てない状態で家事を家の中でします、うん、それこそ、ね、子供たちちょっと送るのに上だけ隠して下スカートみたいな、うん、なってますっていう状態の時に、うん、やっぱ袖ない方が楽。そうね、洗濯するにしても、うん、掃除にしても、うん、洗い物料理全てにおいて、うん、これマジ邪魔。そうなんだよね、そうなんだよ。どうしても今たすきかけりゃいいじゃんとかあるけど、うん、いやーめんどくさい。そう、出かける日ね結構朝早くやってしまいたいから、そうそうそう、家事はね、その一手間すらやっぱり惜しいんだよね。そう、半襦袢着てしまえば、うん、もうここはそんなに気にしないで割烹着なりエプロンなり着れば洗い物したりとか洗濯干したりすることに関してはお振りは気にしなくていいから、そうそうそう、楽っていうところはあるかもしれない。汚さないしね、うん、それもあるのでやっぱ半襦袢は筒袖の方が楽なのかな、うん、それこそ長襦袢でも別に筒袖でもいいしなくらいで思ってて、それこそあの着物モダンさんのワンピ襦袢みたいなね、あれぐらいだったら、ね、 そうね、それこそガウンとして羽織ってても全然なんかおかしくはないと、うん、そう、美学がねどうしてもその人によってあるから、うん、そうだね、うんうん、趣味性の高い世界ではあるからさ、そうね、そう、あの機能性を求めるのか、うん、その美的な感覚を求めるのかっていうのはそれぞれあるから、そうだね、だからどっちがいいのかなっていうのは自分で考えながら、今日は機能性を求めたい日だから筒袖着る、うん、今日はちょっとおしゃれしたいから長襦袢着るとかでもいいと思うし、そう、ね、そうそう、うん、そういうのも全然いいと思うし、うん、私の場合はまだまあ、上にキャミワンピ着始めてまだ3日ぐらいで全然浅いんだけど、うん、なんかねその 美学的なところと機能性を本当にうまいこと折衷できた感が自分の中ではあるのよね、うん、まあ、これはあくまで私の出した形、うん、答えではあるんだけど、うん、でもまあ私の答えならどこかには刺さるかもしれないと思って、うんうん、あのなんていうの発信できたらいいなとは思ってる、うん、そうね、そうそう、多分ね私の二分式襦袢の嫌なところはあの裾よけのなんかペロペロしてる、うん、あなんていうのなんかさ紐とかなんか白い感じとか色がついてたとしてもなんかね、うん、なんか嫌なのよ脱いだ時になんかすっごいテンション落ちる、ほんとザ下に来てます、しかもなんか長襦袢大変だから2つに分けましたみたいな、なんか、うん、そういう感じがね、うん、なんか否定したいわけじゃないんだけど、うん、私の中では違ったの、うん、美学的にはね、うん、そう、そうね、そう、だから好きな人は好きだし苦手な人は苦手っていうのがめちゃくちゃあると思う、うん、そうそうそう、あとここら辺に紐が増えると、あ、なんていうの、やるちゃんはあんま好きじゃないの、食い込みとか、ね、細いものは食い込むのが嫌なんだよねやっぱりね、あ、なるほどね、それが気になるっていうのもあって、うん、そうそうそう、ここに紐をしたくない、うん、でもここならいいっていう、ここが嫌な人はやっぱり嫌だと思うし、うんうん、それは人それぞれだと思うんだけどね、うん、そう、ワンピースをさ、うん、それこそ長襦袢の短物とかあるから、うんうん、それで作りたいなっていうのを思ってて、ね、そうそうそう、うん、でも着物とか、うん、まあ、着物全般ってほどくとあの短物の状態に戻るっていうのがやっぱり、うん、なんか一つの大きな特徴じゃない、うんうん、だからワンピースを作るにしてもなんとかなんかそういう直線立ちで、うんうん、なんていうの、端っこの縫い代を落とさずにできないかなっていうのを、うんうん、そうね、そう考えてるんだけど頭がやっぱ足りないよね、うん、お裁縫のプロじゃないからさ全然わかんないからちょっと相談したいなと思って、うんうんうん、着やすくて、まあ、ちょっと外に出ても、うん、まあ、大丈夫ぐらいで、うんうん、でできれば、まあ、ミシンで縫うにしても頑張ってミシンほどいたら大丈夫みたいな、うん、戻りそうな気がするみたいなのがねできたらいいなっていうのは思ってる。そうね、
なんか二分式襦袢ってなんで上、まあ、上はいいとしてさ、下の裾よけ巻くあれしかないんだろうって今思った。誰も考えなかったのかな。うん、袖のワンピース型筒は分かんないけど、うん、お袖に色がついてるやつはお袖とここ同じ色で作ってるのが結構ある、ね、あ、そういうのはそう分かるんだけど、うん、そのワンピース型にしなかったらなんでだろうと思って。ああ、着丈の問題じゃない。うん、あれはそこ着丈が調整できるっていうのもメリットだから、ちょっとこう動かせばっていう。そうそうそう、それ言ったらさ、これ肩ひも調整できるじゃん、うん、ああ、そうね。なんでありそうでない、多分ね、ありそうでなかったっていうか、うん、ないから、うん、私もその発想がなくて、うんうんうん、ユニクロで買ってきたのを偶然やってみたら、うん、よくねみたいな風になってて、うんうん、私も最初はワンピース着てから半襦袢着るっていうことしか考えてなかったの、うんうんうん、でも中に着りゃよくねっていう発想が出てきて、うん、やってみたらなんか思ってた以上に良くて、うんうんうん、なんでこれ今までなかったのみたいな誰もだって、いや私のなんかしリサーチが浅いだけかもしれないけど、他にやってる人見たことないんだよ。ないな。で、いろんな着物の発信されてる方いらっしゃるけど、見たことがなくて。それこそあのホルシュヘムとかスカートを履く感覚に近いのかもしれないね。でもあれも結局裾よけじゃん、うん、形としては、うん、なんでワンピースにしなかったんだろうっていうのが、うん、う、逆になんか和洋ミックスの世界とかの方がありそうだよね。あ、確かにね。あとはあのシャとか炉の着物の下にキャミソールのワンピース着てるのは見たことある。それ私もあるかもしれない、うん、それに近い感覚だよね、うん、きっとね。ただでも長襦袢、襦袢の延長としてのなんか扱いっていうのか、うん、私は見たことがないんだけど、うん、でもこれだったら見た目としてはそのマヨミックスがやっぱり苦手っていう方でも、うん、綺麗ね、方でもっていうかあの見た目は本当普通の正統派と言うべきか、うん、まあ、襟がついてて、うん、おはしょりして、うん、帯してっていう形になるから、そう、ね、ぜひね、おすすめして、うん、だって持ってる人多分多いじゃん、キャミワンビだったら、うん、発想のね、そこに行くかなんだよね、眺めててもこれとこれ組み合わせようっていうところに行くか行かないかなんだろうね、うん、しかも、なんか和洋ミックスとかじゃなくて襦袢としてどうですかっていうところには、うんうん、私だって2年かかっだから、うん、なかなか私とか多分全然気づかず普通にいつまでもなんかあの、うん、レギンスのミッキースタイルスタイルに着てるわ、きっと。そう、レギンス履いててもさ、うん、こうワンピース着てて滑りがいいから全然、うん、なんていうの、裾さばきは気にならないんだよね、うん、だから日常着物としては本当に私の中ではかなり完璧に近い答えが出てしまって、うん、今たくさんある長襦袢どうしようってなってる、うん、日常着物はね楽する方向で考えてもいいのかなと思う。そうしないとやっぱ続けられないし、うん、続けたいっていう気持ちがあるのであれば、うん、もうちょっとやっぱり考えて工夫しなきゃいけないとこあるだろうし。そうね、平日の着物は私たちにとってワーキングウェアじゃない。そう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 、うん、おしゃれするために着るものではない、うんっていうのはあるよね。そうそう、汚れてもいい T シャツとジーパンっていう位置づけだから、それこそちゃんとね長襦袢着てっていうのしかやりたくないですっていう方はそれで貫いてもらえばいいなって思うんだけど、うん、そうね、素材の選択とかでまた変わってくるだろうからね、うん、そうだよね、うん、日常着物とか着物生活に憧れるけど、うん、やっぱり手間が多くてっていう、うんうん、かなんていうの、そういう人ってやっぱ結構いると思うんだよね。なかなか着れないっていうのがね、うんうん、そういう人はね意識低い世界で意識低い世界でいらっしゃいませんここまで意識低くなっちゃったらあれだけどね。あ、でもここは見えないからそれは合理性の問題だからさ、ここはいい、うん、正直これはね、うん、ここも見えないしね、見えないし、裾をこうガッてめくったりされなければ見えないから、そう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 、めくらないでしょ。そんなことする人いたら捕まえてください、ね、本当だよねだからなんていうの、合理性であって美的感覚とはまた違う世界なんだねっていう。でもなんかその合理性の世界であっても自分の美学には反したことを私やりたくなかったんだよね、うん、あ、なるほどね。だから今まで固くなに裾よけを買わなかったっていうのがあった、うん、あ、ね、アズマスカートとかも作るって言ってて結局作ってない、うん、作ってないね。そう、あれワンピースにしようかな、あ、いいんじゃない、あれにしようかなってなんか思い始めた。私は下なんか巻くのが好きだからやたら巻いてるじゃん。ああ、そうだね、うん、やたら巻いてるから、うんうんうん、そう、掛け合わせでも掛け合わせ邪魔なんだけどなりちゃんはそういう美学なんだよね。私はあの巻くっていうのがなんか嫌なんだよね、うんうん、ああ、
そう。なんでか知らないけど。うん。なんかやっぱ冷えるから。ああ、それはね。お年のせいか冷えるからさ。私もどうなんだろう、巻くようになるのかもしれないけど、うん、どうなんだろうね。そこら辺はもう本当にそれぞれ、うん、人それぞれ好みと実益を取ったらどうなるかっていうところではあるんだけどね、うん、っていう感じですね。そうそうそう、あの食わず嫌いをせずにね、いろいろ試してみるといいかもしれない、うん、そうだね。ここはっていう世界こそ手を出したら、うん、お、いいじゃん。意外とそうでもなかったみたいなことってやっぱあるからね、うん、私は半熟版嫌いだったけど、うん、嫌いとは言わないけど、うん、嫌いっていうかそれだったら長襦袢切るわとか思ってたんだけど、うん、やってみたら意外とやっぱり便利だったり、うん、むしろ長襦袢どうしようみたいな状態になってしまってるから、うん、そうなんだよね。なんか本当にあれ、私たち着物生活始めてもうとりあえず式を2週ぐらいしてるわけじゃない。あ、そうだね、うん、2週してもまだまだやっぱり考えることとか、うん、新しいこととか出てくるから、うん、本当楽しいね。なんか逆にさ、普段普通に家にあるものとかさ、お店にあるものでさ、うん、そんなになんかやっぱり限られてるじゃない、自分の発想力って。そうなんだよね、うん、自分の感覚とね。そうそうそう、リハルちゃんは結構いろいろ思いついて試す人だけど、私は結構これって落ち着いても絶対買えないから、うんあうん、逆になんかこういうの試してみてくださいとかね、うんうん、私こうしてますっていうのを聞けたらね、それを試してみるのも面白いかなと思う。そうだよね、うん、それでも頑固に私試さなかったらどうしよう。まあ食わず嫌いせずに試してみるっていうのも一つだし、うんうん、自分の美学を貫くっていうのもやっぱり一つ ね、 そ、 うね、それはそれでいいと思うし、うん、それにどちらにしてもやっぱり楽しみがあるよね。あるある。それこそついたけは私手を出さないラインだったの、うん、あ、そうだったの、うん、ラインだったの。ここがやっぱりないと、おはしょりが、うんうんうん、あの動くし、お腹もやっぱり下腹出てきてるから、うん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 、あと、裾すぼまりにならないとかね、そういうのもあって、うんうん、私背が低いから裾すぼまりにならないと本当にものすごくこうドカーンってして見えるから、うん、ものすごく嫌だったんだけど、うん、でもうん、まあいっかやってみるかみたいな。もはややらざるを得ないぐらいのラインに来てるってね、うん、そうそうそう。あとはなんて言うんだろう、こう着丈の短い着物が増えてきた、うん、やっぱりちょっと体重が増えたりしたのもあって、身丈のがこう横に取られるから、うん、そういうのもあったりして、捨てるには忍びないからどうしようみたいな。そうそうそう。かといってなんて言うんだろう、打ち上げがなかったりすると出せないしね。そうなんだよね、うん、直せないからどうしようってなる。そうどう継ぎしてまではちょっと出せないっていうのあるよね。 そこまではお金が出せない子たちってやっぱいるから、うんうん、そうなんだよね。そうついたけも一つそうだし、うん、だ変わっていくね、ステージによっていろいろ。そうだよね、うん、はい、そんな感じで、はい、なんか何を話すか決めてないとか言いつつなんだかんだで盛り上がりましたという。着物についての話ってね、結構なんかこう膨れていくんだよね。あちこちこう飛びながら蛇行しながら、もう無限にあるからね、喋、うん、るポイントが。そうね、うん、楽しいですね、うん、そんな感じで、はいはい、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。もしよかったら高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。さよなら。